はい、マイキーです。途中から始めるナックやっていきたいと思います。ですね、こうか。いまいち操作が分かってないですね。これ3回目も連続で撮ってますね。ですね、こう初めてやるくせに難易度は難しいで始めちゃったってですね。まあ、多少なりとも、まあ、ですね。舐めてた分は、そう、あるんでですね。まあ、そのせいで、痛い目を見ている、こう、これですね、ナックですね。アクションゲームが得意かって言ったら別に得意ではないってですね。じゃあ何が得意かって言ってもですね、なんとも言えない。あ、ヒットポイント増えないな。ここの奥がさっきっていうか、はい、死んだとこでしょうね。外に出て下にも道がありますね。死ぬ死ぬ。またここか。だんだんですね、掴んでくるんでですね。といってももうすでにこれ30分ぐらいのやつを2本取ってるから1時間近くはやってるんですけど、まあ調子も何もないみたいなんですね。相変わらず死んでおります。ああこのなんていうんですかね、あと一撃でいけるみたいなですね、手が届きそうみたいな状態で分かってるんですけども攻撃とかしちゃうんですよね。結果死んでしまうと。なんでその距離でパンチが当たらないんだって。はい、ダッシュしてパンチ、これも結構使えるんですよね。ミサイルしか見てなかったです。どん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 死んで覚えればいいんですけど覚えない学ばないからいけないんでしょうけど、あんまり学ぶ気がないです感じですかね。緊張感で言えばブラッドボーンの半分以下ですからね。半分もあるのかなってですね。まあ緩く適当にやってればそのうちクリアできるはずです。早くですね、ナックもクリアして、ブラッドボーンもクリアして、ですね、あ、デモンズももう一回再開しておきたいとは考えてるんですけど、普段ですね、やるこのゲーム昔と比べたらですね、あんまりやる気が起こらないんですよね。疲れが優先してしまって、本当にもう、やらなくなってくるんですよね。開かない。
動画とか見ててもですね、初めの1分も経たないうちに寝ちゃったりとかですね、するんですよ。漫画とかですね、単行本買ってくるじゃないですか。それでもなんか何ページか読んでる間にすでに寝てるっていうですね、でも疲れっぷりひどいって一言ですね。戻っちゃったけどもいいのか。すごい風だ。あえてこっちで。吹き飛ばされないようにしろ。これなんでこっちでわざわざするかって言ったらですね、トロフィーがかかってるからですね、ちょっとやっておこうかなーってですね、こいつでなんか20体倒すとトロフィーがもらえるっていう風に書いてあったんですよね、トロフィー情報にですね、最初から書いてあるんで、それはやっておこうと。まあ死ぬこと死ぬこと。リーチが長いよ、そのムーンライト。どうやったら安全に倒せるのかと。長くないかって思うほど範囲が広いですね。じゃあまずはこっち行って、ここで変身解いて、こいつを先に倒す。ほら来い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 よ。ナックめっちゃ構えてますね。ほら来いよ、こっちに来いよ。よっしゃ一匹、ここだ。危ない。おお、これはきつい気がする。おっと、今のところですね、欲をかいてパンチするかしないか、まあ、人間引き際が肝心とか言ったりしますけどね。そこの見分けが自分つかないでしょうね。いけるいけるですね。危ない。ギリギリじゃないですか。あ、これ外に投げ出される。上に2、下に2ということは、これででかくなって、でかくなってここで、あ、開いた。多分ね、ここからですか。ひどい。もうちょっと優しくしてもらいたい。でも難易度は難しいですからね。あ、でもこれカウントされてたらめっちゃラッキーなんですけど。ほらほら来いよ。なんか死に方がひどいっすよね。バラバラになっちゃうですね。一発パンチして、ノックバックしてる距離が長いっていうか、パンチの範囲外。さっき避けてたやん。
繰り返し死ぬゲームになってますね。こっちから行くのは多分いいんでしょうね。来いよ、一匹ぐらい来いよ、一匹ぐらい来いよ。よし、連れてくれ。来いよ。あはは。このままの状態で30分とか嫌ですけどね。ちゃんと進んで、お、結構ゴリ押しでいけるのか。どうせすぐゴリ押しできなくなるんでしょうけど。ハードでやってるのにさらに自分で難易度を上げて、うん進みたいけども進めないですね。これはこれで OK。またやり直しか、やり直しなのか。適当すぎますね。適当でも進めばいいんですよ、進めば。別に特別スーパープレイをするわけでも何でもないんですね。すごい動画とか上げてる人は全部に対してすごいのかって言ったらそうではないからですね。そりゃ得意不得意ありますからね。ちょっと待って。そうか、そうか、そうか。ダメージを受けそうな時に変身すればいいんじゃないか。全然ダメですね。まずは上を倒して。ダメだこれ。ダメだ、ひどい。ああ容赦ないっすね。RPG でもですね、勇者のパーティーにですね、モンスターが突っ込んでいくとこんな感じなんでしょうね。おお、危ない危ない。おっと。おっ、危ない。死にながらでもカウントされてたらラッキーなんですけどね。その何匹倒さないといけないってですね。それで獲得してしまえばもうこんなわけのわからない機構をせずとも
ああ意外と避けるのが難しい。特に喋ることもなく面白い話ができるわけでもなく、このただ単にこの死ぬ映像をずっと流し続けるという。おっ、ちょっこれ危ない一匹も倒せてない。そんな中もう15分も経ってしまうってですね。一体これは何を見せたいのかですね。危ない。そんな追いかけて来られては、ああパンチが当たるんじゃないかって距離でもですね、ちっちゃい状態だったら当たんないですよね。手が短い。いどこまでやれるのか。もうちょっと避けようよ。勝手に発動するんですよね、発動。さあ、あとお前一人だ。どこまで行きましたっけ。次のここで死んだんでした。ここで死んだ、うん、よく覚えてないですね。よし、あと2匹だ。危ない。お、意外と、お、ここで横向いたんですけど壁あったんですね。うまくいくときはですね、行くんですけど。喋るっていうさね、ずっと喋り続けてる方っていますけど、よくそんなに喋られるなって思うのが正直な感想でもありますね。で、喋ってたらやっぱ集中力もですね、続かないっていうんですか、画面に集中しないので、うん、のでっていうんですかね、集中力が分散されてしまう。
なんか表現がおかしい気がしますけど、まあ本来とはですね、異なる動きになりますよね。同じ映像を何度も何度もこう、攻撃中のこのキャンセルができないっていうんですかね、それが辛いですね。横移動は生きる。同じ映像が続きますね。ああ、わざと死んでるわけではないんですけども。ああ、弱い弱い。素直に進めばいいんでしょうけどね。これは素直に進んでも死ぬパターンじゃないですか。あ、全然回復しない。刺激で死なないというのは便利ですね。禁止区域は普通に移っちゃうとですね。この画面に行くのに一回一回ですね、さっきのブロードキャストの画面に行くからですね、ちょっとなんとかならないかなとは思いますね。何が完成した？体力が減っている時にサンストーンを壊すとレリックを入手することができ、体力を回復することができます。これは装備でしょう。装備中このアイテムは全然揃わない揃わない揃わないんですよ。やっとここまで来て、いくつか完成しかけるって感じに なってはいますけど、一周じゃ揃わないのかなとも思いますね。で、これすぐ左壊れそうですね。え、何もない。それはひどいよ。新しい。お、本当に入手した。壊れないで、ここでまたちっちゃくなって距離感がつかめないですね。
変身するのを忘れてましたね。なんかいる。あ、こいつめんどくさいやつですね。やりづらいやりづらい、これなんか固まってましたね。まあそんなもんでしょうね。結構取ってますね。ということでこれはこれでやめておきたいと思います。これなんだかんだで3回撮ってますけど、絵的には全然面白くないなって思いますね。何もアップロードできないよりかはマシかなとは思っておりますね。はい、ではこれは終了しておきます。それでは。